この動画では、マークロジックの開発コミュニティが提供するツール、データ a ブセントあるコミュニティエディションを用いたマークロジックデータ a の開発についてご紹介します。なお、この動画は、パート1、パート2に分けて公開されています。はじめに、マークロジックデータブプラットフォームの概要について簡単にご説明します。マークロジックデータブプラットフォームは、複雑化するデータ統合をシンプルにするためのソリューションです。こちらのスライドは、 マークロジックデータブプラットフォームを表した論理アーキテクチャーとなっています。マークロジックデータブプラットフォームでは、様々なソースからスキーマなどの事前定義を行わずに、アズイズでデータをそのまま読み込むことができます。読み込まれたデータは、下流のアプリケーションや BI などの分析ツール側が求める要件に応じて、柔軟にデータのハーモナイズやキュレーション処理を行うことができます。また、それらのキュレーション済みデータをセキュアに公開するまでの機能を、 シングルプラットフォームで提供します。これらの仕組みは、MarkLogic が提供する強力なユニバーサルインデックス及びマルチモデルデータベースとしての特徴によって支えられています。データ不 of あるコミュニティエディションは、MarkLogic のコミュニティが開発するオープンソースの開発支援ツールの名称です。このツールは当初、Envision というプロジェクト名で開発が行われてきましたが、現在はデータ不 of あるコミュニティエディションという名称に変更されています。 この動画では、便宜上、Envision という故障を使用いたしますので、あらかじめご了承ください。Envision はデータモデルを中心に共同作業を行うデータアーキテクトやビジネス部門のユーザーを主な想定利用者として開発されています。マークロジックデータ a t の開発プロセスで発生するデータの読み込み、モデリング、キュレーション、検索、エクスポートなど、データ統合に必要な様々な機能を網羅的かつ GUI で提供しています。Envision を利用することにより、 ユーザーはノーコートでマークロジックデータブ上で必要な処理を実装していくことが可能となっています。それでは早速 Envision にログインを行い、実際の画面をご覧いただきながらツールをご紹介します。ここではマーベリックというユーザーを使用します。ログインが完了するとランディングページとして Envision のコネクト画面が表示されます。コネクト画面ではデータモデルの定義を行うことができます。この動画では 新規のデータプロジェクトの構築を前提としているため、このように空のキャンバスが表示されています。Envision を既存のマークロジックデータに連携させることも当然可能です。コネクト画面に関する説明は後ほど詳しく行います。Envision でデータを読み込み、ハーモナイズ、キュレーションを実施し、下のアプリケーションから利用するようにするためのステップはとてもシンプルです。アップロード・コネクト・インテグレート・エクスプローラー、エクスポート。 これらの3つのステップをそれぞれ設定し実行します。以降、この動画ではこれらの各ステップについて詳しくご説明していきます。データの読み込みを行う前に、この動画で取り扱うサンプルデータの確認を行います。今回サンプルデータとして用いる CSV ファイルには、米国の位置に関するデータが含まれています。ヘッダー情報から確認できるように、ID、ファーストネーム、ラストネームなど、意思を表す 人に関する情報が含まれていることがわかります。一方で、このデータには、それぞれの勤務先である、病院施設に関するデータも含まれています。本来、医師である人に関する情報と、病院施設に関する情報は独立して管理し、紐付けを行うのが理想的な形です。しかしながら、このように、一つのテーブルに様々な情報が入り混じっていることは、決して珍しいことではありません。また、今回は単純化のため、一つのファイルを取り扱っているに過ぎませんが、実際は、 同様の情報を含んだテーブルやスプレッドシートが複数存在し、それぞれ微妙に項目名やフォーマットが異なっているといったケースもデータ統合の現場では散見される課題です。それではこれからこのサンプルデータを実際にマークロジックデータ部に読み込み、エンビジョンを使ったデータ活用までのプロについて一連の流れを確認していきます。はじめにアップロード画面から今回データソースとなるサンプルデータの読み込みを行います。 アップロードタブをクリックし、エンビ i s i o n のアップロード画面に移動します。先ほど確認した CSV ファイルをエンビ i s i o n のアップロード画面の中央へマウスでドラッグドロップします。なお、ファイルセレクターによる指定も可能となっています。ここでデータソース名を指定することができますが、今回はデフォルトの設定のまま元のファイル名を踏襲するようにしてセーブをクリックします。するとこのように合計21レコードが読み込まれたことがわかります。補足となりますが、実際のシステムでは エンビジョンのアップロード画面からデータの読み込みを行うことはあまり想定されていません。一般的には MLCP や各種 API、コネクターなど m a r k ジ o ク i c タ部が提供する様々なインターフェースを用いて連携要件に応じた読み込み方法の選択を行います。エンビジョンには簡易的にデータをアップロードするための GUI が提供されているため、この動画では単純化のためアップロード画面からサンプルデータの読み込みを行っています。ここで強調したい m a r k ジ o ク i c タ a の利点として 事前のスキーマ定義を行わずにデータの読み込みを行われる点があります。マークロジックデータ部ではデータの読み込みとデータ利用のためのモデリングは独立しています。よってそれぞれの作業を並行して実施することができます。さらに、ユニバーサルインデックスにより読み込まれたデータに対してすぐに検索を実施することができます。マークロジックデータ部によるデータ統合プロジェクトが従来のリレーショナルデータベースや ETL などを駆使した場合と比較して 4倍から10倍高速であると言われる理由はそのためです。続いて、読み込んだデータの確認を行うため、エクスプロラー画面に移動します。MarkLogic タ a t a では、ハーモナイズ・キュレーションを実施する前のデータと、実施後のデータをそれぞれ、ステージングデータベースとファイナルデータベースという形で、領域を分けて保持しています。Explorer 画面で検索を行う際には、ステージング・ファイナルデータベースのいずれかを指定します。 先ほど読み込んだデータはステージングデータベース上に存在するため、ここでは検索対象のデータベースをステージングに指定します。するとこのようにステージングデータベース上に格納されているデータの一覧が表示されます。データ部内には先ほど読み込んだデータ以外にプロジェクトに関連する構成ファイルなども格納されています。ここでは先ほど読み込んだデータのみを表示させるため、左側のファセットからコレクション名を選択し、表示結果のフィルタリングを行います。デフォルトでは 読み込み元となるソースファイルと同名のコレクションが付与されるため、ここでは providers.csv というコレクション名を選択します。フィルタリングされた結果を確認すると、先ほど CSV から読み込んだデータが JSON ドキュメントとして格納されていることが確認できます。マークロジックデータ部 t a h では CSV を取り込む際、基本的に CSV 上の一行が一つの JSON または XML のドキュメントに変換され格納される形をとります。それぞれのデータは、 URI と呼ばれる識別子を持っており、複数のデータはコレクションというまとまりで管理することができます。ディレクトリやフォルダとは異なり、一つのデータは複数のコレクションに属することができます。先頭のデータを選択し、詳細を確認します。右側を確認すると JSON のプロパティ名は CSV のヘッダー情報に基づいて定義されていることがわかります。また、画面左側にはデータの読み込み時に自動的に付与された 基本的なメタマークロジックデータ部ブではデータが読み込まれた時点で全ての値及び構造に対してユニバーサルインデックスが付与されています。これにより読み込まれたデータは即検索クエリの対象となります。再びエクスプロワー画面に戻りデータベースとコレクションの選択を行います。例えば読み込まれたデータの中にフランクという名前の人物がいるかどうか確認したいとします。 エクスプローラー画面の検索フィールドにフランクと入力すると、このように、すぐにフランククライスという結果を得ることができます。また、今回のデモでは英語のデータを取り扱っていますが、マークロジックは日本語オプションを提供しており、日本語によるトークナイズ、形態素解析に対応しています。この段階では、まだデータを読み込み、基本的な検索を行ったにすぎません。続いてのステップ以降、読み込んだデータを用いて、目的に応じたデータのハーモナイズ、キュレーション処理を行っていきます。 ここで再びコネクト画面に戻ります。コネクト画面では読み込んだデータを下流のシステム、すなわちアプリケーションが分析するなどからどのように扱いたいのか、データ利用を意識してモデルの定義を行っていきます。コネクト画面ではマリア線を描くことで直感的にエンティティや属性、またエンティティ間の関連性を定義するための機能を提供しています。モデルを新規作成する場合は右上のプラスアイコンをクリックします。 医師と病院施設の関係を表現するモデル名として、プロバイダーズと指定し、クリエイトをクリックします。すると、空のキャンバスが表示され、ここにエンティティの作成や関連の定義を行っていきます。データ統合に関する課題を考えるとき、このプロセスは重要な役割を持っています。一般的には、ホワイトボードなどを用いて、解決したいビジネス上の課題は一体何なのか、少人数で議論を行いながら導き出していきます。 モデルを考える上で、まずはエンティティを考えます。まず一つ目は、医師である人を表すパーソンエンティティを作成します。アドエンティティ、もしくは、右クリックで表示されるメニューからも作成することができます。エンティティネームにパーソンを指定し、クリエイトをクリックします。続いて、病院施設を表すファシリティエンティティも作成します。先ほどと同様の手順で、エンティティネームにファシリティを指定し、クリエイトをクリックします。 続いて、マークロジックデータ部が持つ、ナレッジグラフの機能を利用して、エンティティ間の関連性を定義します。アドリレーションシップをクリックした上で、パーソンエンティティからファシリティエンティティへマウスをドラッグさせることで、関連を追加することができます。関連のディスクリプションには、勤務先の意味を表す、p r a c t i c e s a トと入力します。複数の病院施設で勤務している可能性もあることから、カーディナリティは1対単を選択し、セーブをクリックします。続いて、 それぞれのエンティティに含まれる属性について考えていきます。マークロジックデータ部を活用する上で重要な考え方は、まずは必要最小限のデータ項目から始めてみるということです。どの医師がどの病院室で勤務しているのか、これを分析、可視化する上で、人に関わる全ての属性情報を初めから表示させる必要はありません。パーソンエンティティを表現する上で最低限必要な属性とは何でしょうかまずは NPI、氏名、専門、ライセンス ID などの 主要属性のみ追加します。ちなみに NPI とは National Provider Identifier の略で、米国内で資格を保有している医師などに付与される登録番号です。続いて、ファシリティで最低限必要な属性について考えてみます。病院施設の名称を表すサイトネームはもちろん、施設を表す ID、住所に関する属性は、このように一通り追加しておきます。 ここで定義された情報は内部的にエンティティディスクリプタと呼ばれる構成ファイルとしてマークロジックデータ部内に保存されます。ここまで2つのエンティティとエンティティ間の関連を定義しましたが、この時点では2つのエンティティ間のデータをジョインするためのキーとなる属性が存在していません。追加作業としてパーソンエンティティに戻り、サイト ID という勤務先の病院施設を表す ID 属性を1つ追加します。続いてエクスプロラー,ー画面の グラフビューに関する設定を行います。パーソンエンティティのインフォタブをクリックし、はじめにパーソンエンティティが持つ特性の中でユニークになるものを選択します。ここではエンティティアイデンティファイヤーとして NPI を選択します。するとグラフビューで表示されるノードが NPI と紐づいて表示されます。ノード名が NPI の表示だと少しわかりづらいため、さらにエンティティのラベルを設定します。例えばエンティティラベルにラストネームなどを設定することで、ノード名を NPI ではなく、 名字で表示させることができます。ファシリティエンティティのインフォタブでも同様に、ユニークな属性としてサイト ID、エンティティダブルをサイトネームとして設定します。エクスプロ e ー,ー画面のグラフビューでどのように表示されるかについては、後ほど確認を行います。最後に、リレーションの矢印を選択した後、鉛筆のアイコンをクリックして編集を行います。先ほど、パーソンエンティティに追加したサイト ID と、ファシリティエンティティに存在するサイト ID の関連付けを行えば完了です。 ここまで一気に作業を進めてきましたが、マー c ロジックデータ部は反復的な開発アプローチを行うことができます。要件の変更などにより、いつでもモデルに立ち戻り、属性や関連の追加、変更を行うことが可能です。また、これらの作業を行う上で、データの再読み込みなどは必要ありません。